皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。ゴールデンウィークに入り、観光地がかなり賑わいを見せているようだね。コロナで溜めていた外出欲をやっと解放できますもんね。私も沖縄にでも行ってこようかしら。魔理沙はどこか行くんですか？私は、古くからの友人とスコットランドに行ってこようと思っているよ。オールドファームフレンドとオールドファームダービーを見るんですか？うまい表現だね。見に行けたら最高かな。ちょうど昨夜だけど、スコティッシュカップの準決勝でこのダービーがあったね。かなりの接戦でしたが、前田大然の活躍でセルティックが決勝進出を決めました。政治や宗教的な背景が強いダービーでよく知られていて、世界屈指の熱いダービーと呼ばれているね。この試合のスタジアムも、満員で雰囲気も良かったですよね。もう一方の準決勝は下部リーグ同士の戦いだったからなのか、空席も多かったみたいですし。セルティックは、昨年の同大会ではレンジャーズに準決勝で敗れているから、リベンジで燃えていただろうね。日本人の多く在籍するセルティック。この試合は、古橋、前田、旗手の3人がスタメンに名を連ねた。旗手がこのタイミングで帰ってこれたのはセルティックにとって大きいですね。セルティックには欠かせない選手になっていて、中盤の安定感が明らかに変わるからね。古橋、前田は安定のスタメンに。両者の得点にも期待がかかる一戦となったね。とはいえ、序盤はかなり拮抗した戦いでしたよね。やはり負けたら終わりのカップ戦は、いかに先制点を与えないかというのが大事になってくるからね。先日の FA カップの準決勝も似たような形だったからね。そんな中でも、先制点は前半にセルティックに入りましたね。41分だね。セルティックが右サイドを攻め込み、レンジャーズの選手に倒されてしまう。レンジャーズ陣は、全員がファウルだと思って足を止めたが、前田だけがボールに反応していた。すかさずボールを回収し、前田のアシストでジョタがゴールを決めたね。この一瞬のスピードが速かったですし、よく腰をひねってクロスを上げましたよね。簡単そうに見えるけど、結構難易度の高いプレイだったね。この泥臭さ、抜け目のなさが前田が評価されているポイントだし、存分に良さが発揮されていたよ。前半の終わりに点が取れたのも良かったですよね。後半は、レンジャーズがかなり押し込んだ展開が続きましたね。レンジャーズにとって最大の決定機は63分の場面だね。サカラのドリブル突破からダベルニエがミドルシュートを放つもファーポストに嫌われ、跳ね返りをサカラが押し込んだが、惜しくもサイドネットだったね。ノーファウルからの失点といい、この決定機といい、この日のレンジャーズは運もなかったですね。負ける時というのは、往々にして運にも見放されているよね。終盤は前田にイエローが出るなどセルティックのプレスも激しくなっていって、結局前半の1点を守りきってセルティックが勝利を収めた。セルティックは3冠に近づきましたし、昨年のリベンジ達成もできました。古橋、旗手は途中交代だったけど、アシストを記録した前田はフルタイムで出場。終盤まで、前田のチェイシングは効果的でしたね。本当に無尽蔵のスタミナだよね。前田はこの試合のマンオブザマッチに選出。フットボールスコットランドはチーム最高の9点と採点し、セルティックのデュラセル・バニーは、その電光石火の速さと容赦ない運動量で、ジェームズ・タベルニエを常に脅かし続けた。この試合では、ジョタの決勝点となる見事なクロスを供給。と、絶賛だったようだね。デュラセル・バニーって何ですか？デュラセルという会社のマスコットキャラクターで、背中に電池を搭載しているウサギだよ。電池で稼働しているかのようなスピードとスタミナということですか？海外のメディアは、こういう例えが好きですよね。わかりやすいし、ユーモアがあっていいじゃないか。また、地元シグラスゴーライブもトップの8点をつけて、セルティックでの絶対的な仕事人。ボールをうまく回収し、ジョッタの先制点に不可欠なクロスを送り込んだ。トッド・キャントウェルへの接触でイエローカードを提示されたが、試合を通してチャレンジし続け、なぜ監督がこれほどまでに信頼を寄せているかがわかった。と、これまた大絶賛だった様子。前田にしろ、古橋にしろ、ポステゴグルー監督は本当に信頼しているのが伝わってきます。そういう意味で言うと、古橋はこの試合はあまり輝けませんでしたね。ゴールはなかったものの、前田と共に前線からのプレスでチームに貢献していたよ。古橋は、試合後のインタビューで、フォワードとしてはまだまだ成長しないといけないが、チームが一つになって勝ち切れたのはポジティブ。と、あくまでチームの勝利に対しての喜びのコメントを発していたね。公式戦30ゴール目を見たかったですけどね。そう落ち込まないでよ。古橋がゴールゲッターと分かっているからこそ、古橋の立ち位置でスペースを空けることだってできるわけだからね。得点にはならなかったものの、56分の旗手の落としに反応していた場面があったけど、
あの位置からダイレクトでゴールを狙えているのは、得点王争いをしているストライカーだなって思ったよ。確かに、結構厳しいコースで威力がもう少しあったら入っていたかもしれませんもんね。これだけ好調ですけど、やはり森保監督は招集を見送るんでしょうか。なんとも言い難いよね。急遽、ラレアルとマドリーの試合で久保建英を視察する報道が出たけど、セルティックの話は一向に上がらないし。この森保監督の動向に韓国メディアが反応を示していて、スポティビーニュースは、森保監督はなかなか古橋を日本代表に呼ばない。昨年6月の A マッチで起用したかと思えば、カタールワールドカップ本戦では抜擢せず、今年3月の A マッチでも招集を見送った。韓国代表のクリンスマン監督はセルティックの試合を観戦し、オロングの考えを聞いた。一方、ヨーロッパ出張2週間が過ぎた森保監督は、まだスコットランドに向かっていないようだ。古橋や旗手レオ、小林隆起など、いずれも代表クラスだが、ずっと避けている。森保監督は3月に彼らを選出せず、リーグのレベルを総合的に考慮したと述べ、プレミアシップはヨーロッパで競争力の低いリーグであることを強調した。と、自国の監督と比較をしながらこう綴っていたようだよ。やはり、あの発言が尾を引いてしまっているんですね。代表監督のこういう言葉は重みが変わってくるからね。昨年の6月に古橋と旗手が招集されていたけど、その時の起用、やり方に対してかなり難色を示した二人っていうのも影響がありそう。出場機会のなかった旗手の不満そうな表情は今でも覚えていますよ。そんな状況だからこそ、古橋の移籍の話が浮上してしまうのも無理はないよね。セルティックも、26億円以上であれば売却する覚悟はできているようですしね。リーグを変えてステップアップした方が良いという意見が大半の中、セルティック OB のアンディ・ウォーカー氏がラジオでこんな発言をしていたようだよ。強豪が代表に復帰するのもそう遠くないと思う。彼はそれだけ安定している。年間最優秀選手を登場できるなら、セルティックには多くの選択肢があるが、私なら強豪を選ぶ。彼がベストだったと思う。そしてまだもっとゴールを決めてくれると思う。それを続けていれば、そしてもちろんチャンピオンズリーグのような舞台でやれたら、代表復帰もそう遠くない。確かにチャンピオンズリーグで活躍していたら文句なしですが、ここまでの森保監督を見ていると、そこも懐疑的になってしまうよね。でも、セルティックでこれだけ活躍してくれているのは嬉しい限りだよ。決勝の相手は、2部に所属するインバネスですね。基本的にはキック&ラッシュのオールドスタイルのチームだね。前線のマッケイをターゲットにボールを預けて、ミドルシュートやヘディングでゴールをめがけてくるよ。準決勝の2ゴールも見事でしたもんね。岩田、小林隆起の出場も期待したいところですが、決勝の舞台では厳しいですかね。小林隆起は今季の出場機会も多くないしね。岩田は、初スタメンで好パフォーマンスを見せたから、旗手との共演も見たいところだね。三冠を目指せる位置にいるため、ポステゴグルー監督も野心を見せているようで、まだまだやるべき仕事は多い。私たちがやってきたことは何か特別なことをする機会を自分たちに与えただけだ。今はそこに行って、それをやり遂げる必要がある。私たちはまだトップチームではない。私たちは立ち止まることはない。常に警戒していて、対戦相手にミスを引き起こさせようとしている。私たちが成し遂げた進歩は計り知れない。関係者全員の功績だ。と、意欲を燃やしている様子だね。森保監督とのことがあるから、私たちはトップチームではないという言葉に反応してしまいます。そこは謙虚さと受け取っておこうよ。もし、森保監督がスコットランドに訪れた時は、円満に話が進むことを願おうね。大丈夫ですかね？バグパイプで威嚇されませんか？いやいや、バグパイプ吹いてタータン履いてたら、むしろ歓迎されてるでしょ。裸に布切れを巻いて、ジャングルからお出迎えですか？それはターザン。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。